ボロジの急戦艦は、ロシア海軍の全土急戦艦の艦級。本級は、フランスの造船士艦、アントワーヌ・ジャン・アマブル・ラガヌにより設計、建造された全土急戦艦、セサレービチをベースにして、ロシアで改め設計し建造されたものである。そのフランス式設計の大きな特徴は、タンブルホーム型船体や複砲までも砲塔に収める設計に見ることができる。しかし、 ロシア側の設計、建造の不備から、重量増加が加算で原則走行の厚さは薄くなった。また、設計と建造時の不手際から、実際の排水量が、計画排水量を大幅に上回ったこともあって、ベースに比べて復元性に劣り、失敗作と言えるものになってしまった。同計官5席。本級のベースとなった、セサレービチ。本級の計画直前、 大日本帝国海軍が相次いで12インチ砲戦艦を購入していたことから、ロシア帝国海軍は対抗策を必要としていた。太平洋艦隊向けに建造した10インチ砲戦艦、ペレスベート級では力不足との判断から、1898年にロシア海軍発の12インチ砲を持つ新型戦艦2隻が外国に発注された。これが、 アメリカのクランプ造船所で建造されたレトビザンとフランスで建造されたセサレービチである。このうちセサレービチはフランスからライセンス生産の許可を得られていたのでこれをロシアの工業力に見合ったレベルでコピーすることで本級の建造が承認された。本級の武装、装甲配置を示した図。手前から装甲巡洋艦、流陸、スラバ、セサレービチ。 本級が原型のチェイサレエビチに比してトップヘビーの傾向にあることが見て取れる本級の手法であるパターン 1895-30.5cm 砲。写真はアリオールの監視法で左砲が欠損している。本級の船体形状は還元の高い平、甲板型船体であるがチェイサレエビチと同様に強く引き絞られた特徴的なタンブルホーム型船体となっている。 これは、水薦部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、船体重量を軽減できる船体方式で、他国では、同時期のドイツ海軍、アメリカ海軍の全土急戦艦や巡洋艦などに多く採用された関係である。外見上の特徴として、水薦下部の艦首、艦尾は著しく突出し、かつ、原則艦板よりも水薦部装甲の部分が、 突出するといった特徴的な形状をしている。このため、水線面から甲板に登るに従って、甲板面積は小さくなる傾向にある。これは、原則に配された微法の社会を船体で狭めずに、広い社会を得られることや、当時の走行配置方式では、船体の前後にまんべんなく、走行を張る。 全体防御方式のために船体が短くなれば、その分だけ走行を張る面積が減り、船体の軽量化ができるという目的に取られた手法である。ほぼ垂直に切り立った艦首から、艦手甲板に 30.5cm 連装手法等が一気、その背後に司令塔を組み込んだ環境から、ミリタリーマストが立つ。ミリタリーマストとは、マストの上部あるいは中段に、 警防御の見張り台を配置し、そこに3 7ト、mm、ルから4 7ト、mm、ルクラスの機関砲を配置したものである。これは当時は水雷艇による奇襲攻撃を迎撃するために遠くまで見張らせる高所に大水雷撃対用の速射砲あるいは機関砲を置いたのが始まりである。形状の違いはあれどこの時代の列強各国の 大型艦に多く用いられた様式であった。本艦のミリタリーマストは内部に階段を内蔵した円筒状となっており、上部に見張り台が設けられた。全部ミリタリーマストの背後には、断面図が小半径の煙突が2本立ち、その周囲は関西艇置き場となっており、有字状のガントリー式クレーンにより、複方塔を避けて水面に上げ下ろしされた。関西艇置き場の後部には、 後部ミリタリーマストが立ち、その後ろの後部乾板上に 30.5cm 連装主砲塔が後ろ向きに1機配置された。本館の原則乾板は存在せず、連装式の 15.2cm 副砲塔は、前後環境の側面部に1機ずつと、船体中央部の張り出し部に1機ずつで、片原三機計6機が配置された。この配置により、艦守備線方向に、 最大 30.5cm 砲2門、15.2cm 砲8門が試行でき、左右方向には最大 30.5cm 砲4門、15.2cm 砲6門、7.5cm 砲10門が試行でき強力な火力を誇っていた。本級の手法と同形式の手法を搭載した、セサレビチの手法等を分解中という珍しい写真。 手法は全球に引き続きパターン 189530.5cm 砲を採用した。その性能は 331.7kg の砲弾を行角15度で 14,640m まで届かせられ射程 5,490m で 201mm の減速装甲を貫通できた。この砲を新設計の連装砲塔に収めた。不能力は 行角15度、深く5度である。旋回角度は、単体守備線方向を0度として、左右135度の旋回角度を持つ、主砲針の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分一発の設計であったが、平時は3分に2発の発射が可能であった。後に、スラバの実。 ドイツ海軍の土球戦艦に対抗するために1916年に主砲塔の最大行角を15度から25度へと引き上げる改造がなされ、射程は21,022メートルに延伸された。本級の複砲であるパターン1 8 9 2 5 2センチメートル速射砲。写真はアリオールのもの。複砲には パターン 1890-25.2cm 速射砲を採用した。その性能は 41.4kg の砲弾を、行角20度で 11520m まで届かせられ、射程 5490m で 43mm の装甲を貫通できた。この砲を新設計の連装砲塔に収めた。不要能力は、行角20度、深く五度である。 旋回角度は135度の旋回角度を持つ、手砲針の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は毎分3発の設計であった。本級にも装備されたパターン 18927.5cm、速射砲。写真は巡洋艦、グロムボイのもの。他に、 耐水雷艇迎撃用にフランスのカネーシャの 7.5cm 砲をライセンス生産したパターン 18927.5cm 速射砲を採用した。その性能は 4.9kg の砲弾を行角20度で 7869m まで届かせられた。この砲を単装砲画で船体原則の装甲で覆われたケースメート部に配置した。不要能力は 強角20度、深く15度である。方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は毎分12発であった。他に近接戦闘用に、フランスのオチキス社の4.7センチメートル砲をライセンス生産したパターン18734.7センチメートル速射砲を採用した。 その性能は1 5キログラムの砲弾を、行角10度で4575メートルまで届かせられた。この砲を単装砲がで20機を搭載し、うち4機は艦載艇の武装として別個に配置した。浮要能力は、行角25度、深く23度である。砲身の浮要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は、 毎分50発であった。その他にマキシム 7.62mm 機関銃を、前後ミリタリーマスト上の見張り所に2丁ずつ、計4丁、対艦攻撃用に 38.1cm、水上魚雷発射管を単装で艦首と艦尾に2機、同水中魚雷発射管を主砲等側面部に、片言1機ずつ、計2機装備した。本級の艦出配置には、特色があり、 ベルビール式水管管に10機を全部管室と後部管室が水密核壁で2分されており、管室は前後に2室あり、1室あたり、ボイラー5機を並列に配置して2室につき煙突1本が担当していた。このため、煙突は全部管室の真上に1本、後部管室が1本で2本煙突であった。推進機関は、 直立型の3段膨張式4機筒レシプロ機関2機に軸推進でネームシップのボロジノノミ、イサレイビジの機関をコピーしたものを使用し、他の4隻はバルチック造船所が独自開発していたものを搭載した。本級は1903年から1905年に竣工日本海海戦では4隻の同系艦が参加し、 春行2年未満の最新鋭艦として主力を形成したが、機関クニャージスボーロフをはじめ、インペラートルアレクサンドル3世、ボロジノの3隻が沈没、残ったオリオールは日本軍に捕獲され、日本の戦艦、岩見となった。3艦の沈没に関してはかねてから指摘されていた、復元性の悪さが損害によって増長され転覆したとも言われ、3艦で、 唯一の生存上院であるボロジノの奉仕も、急に艦が転覆したと証言している。最後の一石スラバは、第一次世界大戦で、バルト海で、ドイツ艦隊と戦い、一時は撃退するなど、奮戦したが、ムーンサウンド海戦で、土球戦艦、ケイニヒ、クローンプリンツビルヘルムなどとの砲撃戦の末、ついに自沈した。ありがとうございます。